天皇時代の関白、藤原氏石棺家高塚佐家の当主。東山天皇の団系御生子孫である。文化四年、父は関白、高塚佐正道の子として誕生。母は家女房。弱母は三戸藩主、徳川春都の四女、清子。文化十四年二月元服女医文政元年五月十三位となり、苦行に列する。 海元年3月内大臣、翌年正月には11位に上る。安政4年2月右大臣に転ずる。安政5年、日米修好通商条約締結への直挙をめぐり、朝廷と幕府が対立するに及び、水戸藩や福井藩の藩士に説得され、条約直挙不同意及び、将軍軽視問題における一橋派の意見に同意する。左大臣、 この絵た田ひや内大臣三条左熱務と共に、検索して、水戸藩へ直上を賜る、よう運動する。このため、同年大老に就任した、井い直介の安政の大国の一環で、幕府の内受けにより、翌安政六年時間を余儀なくされた。やむを得ず、同年五月落職し随学の法名を称する。桜田門外の変で、いいなおなき後もしばらく謹慎を続けたが、 文久2年4月に有名され、謹慎を説かれる。同5月原則を命じられ、12月には新設の国事御用係に部任されて調整に復帰した。翌文久3年には、この絵ただ広の後を受けて関白に就任する。関白在任中、朝廷は、長州藩と結びついた、尊王上位過激派の三条、耳、姉が孝治コーチらが次第に発言力を拡大させる。 公明天皇が将軍、徳川家持を伴っての鴨神社、岩清水、八幡暮行行が行われ、文久3年8月には大和行行、上位申請が起とされた。しかし、尊上派の増長に公明天皇は不快感を表し、後部合体派の勝礼に隠宮浦は、京都諸子大松平片り及び薩摩藩と組んで8月18日の政変を強行。 スケヒロは、関白の座にありながらこの政局に関与できず、また三条ミミラの気境を運動したため、12月には、島津久光の権限により、関白を免ぜられた。翌元氏元年7月に起きた金門の変に際しては、高塚査定は、草加玄遂や寺島中座ブローラ長州藩兵が、立てこもり、合図、薩摩、幕府軍の攻撃を受けて消失する。 これにより高塚酒は、長州藩と金脈を通じているとの権威をかけられ、スケヒロは、山頂を停止され禁止処分となり、初代部の青木吉順は、京都町奉行に逮捕された。慶応二年暮れの孔明天皇崩御、及び翌慶応三年、牧一志新郎の戦争に伴う大社により赦免される。しかし、同年十二月の王政復古の大号令で、石棺職が廃止。 再び山頂を停止させられる。ただし、翌月正月には解除され、2月には新政府の議定となり、制度事務局ただしに任ぜられる。ー4月には人議官知事となり、9月には再び議定。明治2年には留守長官。12月、邪行官志向を命ぜられる。明治5年8月、隠居。このタスク制は創生したため。 九条久田,田の子広志通りを養子とし、高塚酒を継がせた。同11年7月に皇居、去年72、佐賀野の,の二村院に葬られた。助広には、正道の子として秘匿された長男と次男がおり、その長男が、総理大臣、西園寺金持ちの実父、徳大寺金糸である。ほか、ありがとうございます。